はい、浜山先生です。GBP、JPY を見てください。これ、予備シグナルが6分前、5分のバイナリーオプションなんですけど、判定がね、5分ですね。それが6分前に、準備シグナルが出まして、次のクローズでね、シグナルが出ます。それで、それから、今これですね、これなんだけども決まるかなということですね。これね、これなんですけども勝てそうかね。予備シグナルは緑が出てますでしょ。でこれなんですけど、これからここでシグナル出たんです。オンシグナルね。それから1,2,3,4,5だから、はい、決まったですね。これ丸ね。ここよりか上ですか。ここでシグナルが出たんですね。これということで丸ですね。こういうふうにね、逆張りを見て順張りこうですね。逆張り見ますね。ここでシグナル、予備シグナルが出て6枚ですね。それから1分後、5分前、締め切り5分前でここでシグナルが出ます。で逆張りで順張り方向だから、加速ついてくるような感じに戻ってきたなという時に出て、ぐん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 とここまで来たわけですね。でここで丸ついてるんですけど、というふうにね、昨日はね、ちょっと遠隔に広くちょっと見て、順張りと逆張り両方入れたね、投資戦術に変えました。ただね、勝率が上がるんですね。 60% 以上になるんですね。だからちょうどね、平均誘導線の20でやってるんですけど、周期がね、今周期がね、左上が 1.67 ね、これは AUD/USD ですね。 NZD/JPY が 2.215 なんです。次 GBP/JPY が 2.270 と、ここね、各表示されてますから、この設定値でやると1日で35回とか31回とか56回とかね、30回以上で見てるんですけど、シグナルが出るようにして勝率 60% 以上のものを、幅をね、調整したんですね。毎日していただければいいんですね、これ、調整をね。この単純ボリンジャーバンドですね。標準のボリンジャーバンドで表示してます。だから皆様方が持ってるボリンジャーバンドでね、整えていただければいい。数を数えてみてね、勝率とかね、1日の投資数を見て、何回勝ってるかなというのを見ればいいわけですね。こういう落ち方を見てね、全体ではこう見ますね。こういうボリンジャーバンドですね。で青のシグナル、これ全部青のシグナルなんですね。これは赤が出てますね。ということですね。これはどうなのかというと、これも青ばっかしですね。バグったかな。赤が出てこないじゃない。あれ、ちょっと青ばっかしだな。なんかバグ。UALUSD 上にある。あ、これはシグナル出たんですね。これシグナル出たんですね。ここね。ここ出てたんですね。ちょっとバグあるかな。青だけになっちゃってるな。ちょっとおかしいな。赤出ないね。ちょっとバグはあるかもしれない。青のシグナル、赤のシグナルがないんですよね。ね、ちょっと消しちゃってるかもしれない。青のシグナルだけで分析させるようにしちゃったみたいですね。これ今気がついたんだけど、ほら、青だけになってですね。ちょっと直しますけどね。これはちょっとバグですね。このシグナルは OK ですね。ユーロ USD ですね。青だけのシグナルになってますね。
ちょっとおかしいんでね。どうもありがとうございました。